アボロ新聞王、独立感言、新营、放眼看世界、展望、新中華。驚愕、米国ビザの驚くべき抜け穴、中国人が米国に自由に入国できる、32人の国会議員は、中国人が北マリアナ諸島自治州から経由し、グアムに入国し、自由にアメリカ領土に入居するのを許可するビザの抜け穴とみなされるものを閉鎖しなかったとして、バイデン政権を非難しました。 彼らは国土安全保障省に所管を送り、4ヶ月間説明を待っていました。ジョニー・エンスト連邦上院議員は、バイデン政権の対応に不満を表し、軍事基地が浸透されている可能性があると考えていると述べました。ニューズウィーク氏によれば、この国家安全保障上の懸念は、税関、国境警備局のビザ免除プログラムに起因するもので、 これにより中国人は B1 ビザや B2 ビザなしで CNMI に渡航することができ、中にはグアムに不法入国した者も,もいました。32人の連邦上院議員と下院議員は昨年11月30日に、アレハンドロ・マヨルカス国土安全保障大臣に共同書簡を送り、このプログラムから生じる懸念を表明しました。中国人観光客へのビザ免除待遇に関する法律の出所は、 2008年に可決した自然資源統合管理法です参議院議員たちは4か月以上説明を待っていたが、多くの議員はまだ回答を受けていないと示しました。エーンスト氏によれば、中国共産党はアメリカへの浸透にあらゆる極端な手段を取っていることは証明されており、中国人がビザの抜け穴を悪用して、グアムの軍事施設にアクセスできるようになるにつれ、 その脅威は増大するばかりだと述べました。しかし、バイデン政権はビザの抜け穴を塞ぐという彼女の呼びかけに耳を傾けませんでした。中国共産党のさらなるスパイ活動を防ぐところか、かえって4ヶ月以上も対応しないだけでなく、今や時代遅れの政策でもって自己弁護を図っています。エーネスト氏はまた、誤解しないでください。 彼らはアメリカの軍事機密を危険にさらしているのです。中国人が米国領土内の軍事施設に近づき、悪意のある活動に従事することを防ぐために、国はビザ政策を修正する必要があると述べました。4月1日、国土安全保障省は議員に対し、次のように回答しました。同政策は DHS に対し、どの国が対象となるかを特定するよう明文で求めており、 CNMI は観光客から多大な経済的利益を得ることができるから DHS は2009年中華人民共和国が同法の経済的基準値を満たしていると判断しました CNRA によると2019年10月3日現在中国人は14日間までビザなしでビジネスや観光、娯楽に従事するために CNMI に行くことはできるが就労することはできません ただし、個人などが許可なくグアムを含む米国の他の地域に渡航することは許可されていません。CNMI の空港でそのような人などを見つけた場合、税関、国境警備局が受け取った指令によって、米国の他の目的地への渡航を禁止するようとします。